いつもご視聴ありがとうございます。乗るの楽しいことオフのたけしです。いやーもう年がかなってです、ようやくでございます。今回の乗るの楽しもですね、引き続きまして鈴木健二プロをお迎えしてオフロードの講座を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。いやーご無沙汰しております。大変でしたね、すった問題いろいろありましたけどもです、ね、この長い間、あれいつでしたっけ、7月の後半ぐらいでしたね。そうですね、もうなんて夢に見るんですよ。あの林道の興奮、はい、まああの時僕も初めての林道で、はい、まあ、今まで何年かけて、まあ、林道行ってみたい林道行ってみたいっていう、まあ、夢はありましたけど、はい、初めて行ったあの日があの感じでしたよね。雨ですからね。今ちょっとこの辺出てますけどももうこういう感じのところ初めて行ったんですけど、もう楽しくってでですね、あの僕マフラー買いました。本当ですね、はい、すごいじゃないですか。あの液体もまあ買えたんですけど、はい、マフラーも買いまして、すごいすごい、出ました。あ、軽っ、これは軽いわ。こちらですね、はい、このサイレンサーがここにくっつくんか。プロテクターほどいらないってことですからね。ただこれを外さないとここの部分のトルクレンチボルトが取れないんですよね。なので全バラシですね。はい、かっこいいですね。1ヶ月ぐらい待ったかな。おまあ、こういう状況なんで、人気なんでなかなか入ってこないと思います。そうですよね、はい、1ヶ月半ぐらい待ったのかな。全然違うんで、全くありました。違うですよね、はい、だから一応なんかこういう、まあ、現場に行けないから、うん、バイクの周りとかなんかフォックスのパーカー買ってみたりマスク買ってみたり間に合うっすね。もうとにかくこう周りから固めに行こうと思ってそうきたか。ようやくまたこのような形で、しかもこの今日最高の最高ですねこれね。ねえ、日和ですよ。いや鈴木さんもあの、はい、ツイッターでいろいろ絡んでいただきました。そんなのね、ありがとうございます。いやいや、でこうやって僕あのオフロードのことをツイッターでつぶやくと結構やっぱ裾野が広いっていうかですね、ものすごいたくさんの方がいらっしゃいますね。皆さんなんか悪い方向に悪い方に持ってこっちしますよね。なんか僕をなんか大会になんか導き出そうとするってたくさん出てきて、はい、でそれ見たらなんかものすごい急な坂。そうなんです、みんなあそこに上げてる人はちょっとハード系の人ばっかが突っ込んでくるんで、はい、うん、やばい方向に持ってかれますね。そうですよね、はい、なんか僕のところにそういう人がたくさん来るようになったんですよ。あのぜひ角野さんこの世界にどうぞみたいな感じで、ね、普通のエンデューロじゃないですからね、あれは、はい、ハードですからね。ハードエンデューロですね、はい、楽しみますよ。いやでもちょっと後にはね、ああいうこともやってみたいなっていうのは。もう全て僕用意しますんで大丈夫です。ですよね、はい、大丈夫です。で皆さんもツイッターで贅沢すぎませんかと、いきなり鈴木プロにオフロード教えてもらうなんて贅沢すぎませんかって。全然大丈夫ですよ。本当すいません。いえいえいえ、遠慮なく遠慮なく、はい、ビシバシ行きますんで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。そして今日ここにお邪魔させていただいてますけども、はい、ここはちなみにどういったところなんでしょう。ここはまあ河川敷なんですけど、はいはい、かなりね、伝統があるっていうか、うん、こちらの神奈川の人たちが普段から走ってるコースなんで、はい、まあ河川敷なんでちゃんとしたコースじゃないんですけど、はい、まあ、ここの地元の人たちとか神奈川の人たちがゴミ拾いとかいろいろやってずっと続けてきている広場なんですね、はい、なので
かなりオフロード的にはあのいろんなセクションがあって面白いと思います。いわゆるもうオフィシャルでこういうところで走っていいって場所なんですね。そうですね、はい、認められてるんですね。こういう場所があるなら。そうですね、この場所も本当に僕が一番最初来たのが15歳ぐらいなんで、もう30年以上あると思いますね。はい、どんだけバイク乗ってるの。そうですね、いやいやいや、そうですね。すごいですね、はい。じゃあもうちょっと早速なんですけど、はい、まあ、あの前回はもう生の林道に入ってきました、はい、あの状況でね、うん。で、今日はどういったことを教えていただけるんでしょうか。今日はですね、はい、あのオフロードの基礎ですね、うん。まあ、オフロードってあの林道をこの間やっていただいたんですけど、やっぱり林道だけではやっぱりバイク その扱い方とかそれだけではちょっとわからないので、やっぱこういうちょっとハードな場所、あとはちゃんとしたあのコーナーとか、はい、そういうところで基本的なオフロードの走り方っていうのをあの学んでいきたいなと思います。なるほどね、まず大事なことですよね、はい、僕何も学ばずあそこ入っていったもんね。やっぱりね、でも最初はいいですよ。そうです、はい、いやでも楽しかったから、はい、もうドキドキしちゃって本当に。今日は楽しみでしょうがないですよ。今日のはね、やっぱりそこ見てもらえばかなり凹凸があるじゃないですか、はい、ああいうところの走り方ですよね。南あたりにそのドーンと突っ込んだらもうどっかに消えてしまうので、はい、そういうのをやっぱりちゃんと逃がし方ですね。どっかに消えてしまうことがあるんですね。消えますね、この左右の森の中に消えていきますね。なるほど、はい、運悪ければこの三つ山の中に泳ぐこともできますね。なるほど、はい、いいです、便利なとこですね。です、便利です。すごい、豊島園みたいなとこです、はい、そうですね、うん、そうならないように気をつけますんで、はい、ね、うん、はい、とりあえず行きますか。はい、行きますか、はい、ちょっとね、はい、いやー楽しいな。このまっすぐセンターにまっすぐ立っていただきます、はい、でこの位置が膝の位置がまっすぐステップの真上ですね、はい、でこの上からこの状態からお尻を少し後ろに出します、はい、お尻だけ出してください。お尻だけ、突き上げて、この状態からお尻だけ突き上げて、はい、で膝を動かさないです、はい、膝を動かさないでお尻を膝を曲げてください。この膝を曲げてください。の状態からまっすぐな状態から膝を、ま、お尻を下げて、はい、お尻を下げて、そうですね、この状態でここをバイクから離さない、あ、うん、ここでホールドするんですね。そう、ホールドですね、はい、ホールドするのに力いらないです、はい、はい、で足首ちゃんとフレームにつけてください、うんうん、単純これだけでいいです。であの先ほども話しましたけど、はい、僕これで今日オンロードで来たんですよ、はい、でやっぱり空気圧が、はい、タイヤの空気圧がどれぐらいあると思うんですけど、はい、まあ、オンロードで大体 1.2、はい、でオフロード来ると 0.8、 そうですね、 0.8 ぐらいが、まあ、あのパンクの心配もあるので、はい、それ以上下げたいんですけど、やっぱり 下げれないっていうのが事実ですね。なるほど、はい、なので石とかこういうあるところにドーンとヒットしてしまうと、やっぱりリム打ちでパンクしてしまうので、ちょっと変えなくなってしまうので、はいはい、そうか、はい、そういったこともいろいろ念頭に置かなきゃいけないんですね、はい、オンロードとオフロードが一緒になってると。そうですね、そう、専用車が欲しい。そうそう、トランプもあれば必要になりますからね。あ、いや、あるんですよ、僕。あ、なんかこっちじゃないですか。キャンピングカーがあるんですよ。バイク買いましょう。キャンピングカーがあるんですけど、はい、後ろを取るか取らないかっていうのすごい迷ってます。あ、キャンピングカーの後ろに今横積みできるやつがきっとあるんで。あ、そうですか、はい、ちょっといろいろ教えてもらっていいですか。そうですね。本当にやめて。もう僕のガレージ、うちのやばいよもう。じゃあとりあえず、はい、行きますか。はい、とりあえずゆっくり行くんで、はい、はい、ご覧いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。ノルノでした。